長江文明は中国長江流域で起こった複数の古代文明の総称。高賀文明と共に中国文明の代表とされる。文明の時期として紀元前14000年頃から紀元前1000年頃までがハミーに入る。後の諏訪、エ、クレ、エツなどの祖になっていると考えられる。中国を横断する長江20世紀前半に 黄河文明の行商文化が発見されて以来、黄河流域で多くの遺跡が見つかったことで、中国の文明の発祥は黄河流域であり、その後次第に長江流域といった周辺地域に広がっていったとの見方が支配的であった。しかし1973年1978年の発掘調査で発見された石膏商用。 用紙のカボド遺跡により、この説は覆される。カボド遺跡は、紀元前6000年から、紀元前5000年頃のものと推定され、大量の稲もみなどの稲作の痕跡が発見された。稲作を行っていたことから、その住居は、高床式であった。このように、カボド遺跡は明らかに、高賀文明とは、系統の異なるものであり、それまでの中国文明すなわち、 黄河文明という当時の定説を大きく覆すことになった。さらに、東北の龍河周辺でも文明の痕跡が発見されるに至り、現在では、龍河周辺、黄河城、中、下流域、超高城、中、下流域に分類し、それぞれが互いに影響し合い、かつ独自の発展を遂げていったと考えられている。龍書文化の玉創作無寸体遺跡の 青銅建目仮面初期段階より、稲作が中心であり、畑作中心の高画文明との違いからどちらの農耕も独自の経緯で発展したものと見られる。長江文明の発見から稲の原産が長江中流域とほぼ確定され、稲作の発祥もここと見られる。日本の稲作もここが源流と見られる。中流域の靴カレー文化。 下流域の領所文化の時代を最盛期として、あとは衰退し、中流域では、甲賀流域の二里頭文化が移植されている。甲賀流域の人々により征服された結果と考えられ、皇帝と神皇や死勇の対立といった伝説は、甲賀文明と朝皇文明の勢力争いに元があると考えられる。カボド遺跡からは、玉で作られた玉器や漆器などが発見されており、 また、クレ上文化からは、時期が発見されている。中国文化の重要な一翼を担うこれらの文物の、源流がここから出たのではないかとする説もある。これらが、後の諏訪へクレ古史につながったと考えられるが、どのような流れを辿ってつながるのかは未だわからない。本格的な発掘が始まってから30年程度しか、経っておらず、 発見されたものの量に対して研究が追いついていないのが現状である。四川盆地では長らく文明の発見がなかったが、1986年に四川省交換市のサムスン体遺跡から大量の青銅器などが見つかり、一気に注目されるようになった。四川は地形的に他の地域と途絶しており、そこで発見された文明はこうが、甲が 超高とも異質な文明を発展させていた。そこで、四川文明と分類されることもある。サムスン体の特徴として怪異な面が多数、発掘されることがあり、聖堂の人造の顔に被せられた黄金面も発掘された。古代にあったとされる、植の国だと考えられる。この植国は、四季ではほとんど登場せず、まだ、中華文明の視野の外の地域であった。 唯一、旗の警文王の紀元前316年に、芝作によって滅ぼされて、旗の半島に入ったことが記される。なお、食地域の地域史書である、歌謡国史では、この古代諸についての詳しい記述があったが、高が文明中心史観の時代にあってはこれらの文献は創造の産物だと思われていた。しかし、サムスン体遺跡の発見で一躍現実味を帯びた。 ものとなった。2004年現在、超古文明、四川文明とも体系化された文字は見つかっていない。ただし、文字様の記号は見つかっており、その年代は、紀元前2000年から、紀元前600年とされている。現在出土している最古の甲骨文字が、紀元前1300年くらいのものなので、これが文字だとすれば甲骨文字に先んじた文字ということになる。 長江文明を築きそれを受け継いでいる正確な集団は判明していないが、そ、くれ、古史がそれに相当すると考えられ、また現在四川少量産に住む少数民族遺族が、その末裔ではないかと考察するものもある。遺族は元来量産には定住しておらず、ピモと呼ばれる祭司を務める者が死者を弔う際に、歌を歌うが、これは、魂が、 先祖のいた地へ戻る童貞を表しており、歌われている地名や地理的特徴を遡ると、長江周辺へと帰結する。このことから太古は長江流域に住んでいたが、漢民族の侵入によって、チりじりになりその末裔が、現在の両山へたどり着いたとされる。その古い成り立ちから、文化は古代に多く見られる儀式が主体で、家畜や、 民族の安泰を祈願式で組んだ門を家畜に潜らせ、魔を払う者や、鳥を諸子その結果で占いをするという日本の、弥生初期に通ずるアニミズムが残っている。雨季を人工的に作り出す農法から、大陸の暖かい地域で発生し、国内で発掘された犬の遺伝子がこの地域の、ジャポニカ種と同じであったために、弥生時代に、日本へ、水筒工作をもたらした人々は、 超高文明が起源とする。中、年代には100年単位で誤差がある。同じ系統と見られるものは同じ色で示した。色がついていない部分については他との関係が見つかっていない、まだ判明していないものである。数字は全て起源前。郊河流域は参考のために挙げただけでこれ以外にもたくさんある。ありがとうございます。